おはようございます。今日は何日でしたっけ。1月18日ですね。で、時間にして朝5時になります。昨日未確定だったあの陽線、下に大きなヒゲを出しましたけども、これ確定してですね、大きな下ヒゲで実体がほとんどなくてクロスのような形になって、その後大きな陽線を出していますというところなんで、ここからね、上昇が始まると思うんですよ。日足を見て確認していきましょう。はい、これが日足ですけども、ここ突き破るのかなと思ったんですけども、ちょっとね、考え方変更で、ほら、ここからね、上昇に向かってるんではないかなっていうふうに思います。この、今お話した、下髭の長い陽線と、実体で形成されている大陽線ね。こちらの方を見ると、ここからは上昇が始まるんではなかろうかと思わせますね。っていうか、そういう判断をするんですよ。こういう色が出たら、下まで行ったのが跳ねて押し目となって、今度ね、ここを超えるというような判断になります。ちなみにですね、ここを超えた時の判断なんですけども、これね、滅多に出ないところなんですけども、陰線と陽線が交互にだいたい同じ太さで出た場合っていうのは、これはね、上の方に跳ねることが多いんですよ。もちろん、この陰線陽線が逆になっていたらこっちですよ。よく覚えておいてください、ここは。陰線と陽線が同じような形で、同じような太さで、4本並んだ時。ね。で、今回は一番最後の陽線が長いですけども、そうなったら陽線の方向に向かうっていうふうに覚えておいてください。そしてまんまとそうなってるでしょ。だから、ここを超えたんですよ。で、今回下落がずっと日足でありましたけども、ここから上昇する兆しってのは、下髭がすごく大きく出て、下髭が大きく出てね、で、実体がほとんどないでしょ。実体がこんな感じですよ。で、上髭もちょびっとで、その後でそれを強化するように、ほら、こういう風な陽線が形成されつつある。しかもこの下のラインがほぼ一緒なんですよね。この丸の中見てくださいよ。この形をよく覚えておきましょう。これはね、基礎知識でも出るわけではないんですけども、これね、覚えとかないと似たようなパターンが出た時に判断がつかないですからね。これはね、絶対覚えておきましょうみたいな基礎知識の中に入ってないんですけども、中級クラスの知識になってきます。じゃあ4時間見ていきましょうか。上昇に向かっていくってことですね。はい、じゃあここが変わり目になって上昇に向かったんだなってことですよね。変わり目だったんですよね。これも包み足になってますよね。下髭をいずれも出して陰線があって、で、陽線がやっぱり下髭を出して包み足になっています。包み足はもう言わなくてもいいですよね。で、こっから上昇がぐーっと進むんではなかろうかというのを4時間でも考えられますね。で、同じようなところで足踏みの形も似たようになってます。左右対称みたいになってます。ここから上昇が始まるでしょう。で、1時間いかがですか。ここでグニャグニャしてるのが、ここでもグニャグニャしてますよね。変わり目はここです。やっぱり下髭が出ていて揃ってる状態です。で、包み足の分解ですけども、この3本で陰線が出ている部分と、こっちに4本の陽線が出てるところとで、包み足を分解することができます。4時間の包み足を1時間で見るとこんな形になりますね。で、ここから上昇トレンドが始まるんじゃないですか。で、ここは一気にガーンと下ってるところですから、ここからブレイクしてガーンと上に上がると予測します。これは数時間経つとわかります。今日1月18日でしょ。今朝5時ですから10時間ぐらい経ったらわかりますよ。これと同じようになってるのか、同じように上昇するのかどうかっていうのね。まあ、いずれにしても、この水準までは倍でいいでしょう、エントリー。はい、115円の400。だから、およそね、こっから1円ぐらいあるわけですよ、距離が。正確に言うと90ピップスぐらいですけども。じゃあ、この50ピップスはちょっと取っていきたいなと思いますから、私はここをブレイクした瞬間、エントリー切ります。114の635。このあたり、もしくは遅くても114円の745で、倍でエントリーしますね。これは申し上げておきます。114の745にしときましょうか。はい、
じゃあこういうふうにしておきますね。じゃあ以上でいいかな。じゃあ今日はエントリーポイントを設定して、このまま相場解説終わりますんで、午前中にこれが本当に114の475をブレイクしてバイの方に向かうかどうか、たまに見に来て確認していきましょう。ブレイクしたらその時にエントリーです。バイでエントリー。じゃあ、いってらっしゃい。